テスター上杉です。今回は、新しい SLRI、をちょっと紹介したいと思います。今までの SLRI、うちではこれ大人気のパンパーコーデ SG なんですけども、これにやっぱり色が欲しいという話が多くて、今回新しく色付けされたのが、こいつパンパーコーデ SG のレスペットこれなんですけども、これフォレストグリーン、ベロンコーンみたいな色がついてるんですね。で、視認性が非常に高い。ただこのエステロラインに色をつけると表情がやっぱ激しいんですけど もうそれを最小限に抑えました。はい、それがこのエスペットのフォレストグリーンカラーと、これはもうほぼほぼ従来のエステロラインと同じように買って使えると思います。それともう一つが、こちら、これが、SLRI の、ちょっと新しい、D ペットなんですけども、これは、SLRI の最大の、弱点であるヨレ、これをもう極力排除しました。排除したら何がメリットがあるかというと、まず飛距離、最終的にやっぱりヨレが入るとキャストした時に、失速しやすいんですけども、それが非常に少ない。あとはもう一つラインが軽量リグを使った時にラインが極力まっすぐになるためにカントが出ると。ただやっぱりそこまでそうすると、伸びるんじゃないかっていう話なんですけども、D ペットが、大体破断強度、破断深度が、18% でも D ペットが 19%、 もうほぼほぼ変わらないの伸びです。結束強度も非常に高く、従来のエステルラインよりも、強い 98% ぐらいあったと思います、確か。はい、なんで安心して使ってもらえると思います。多分新しい規格に基準になるかもしれないが、うん、これはちょっと注目ですので、皆さんぜひ一度使ってみてください。はい、